親族喧嘩の末路。2023年9月15日に神奈川県横浜市の京急上大岡駅近くのラーメン店で、店長の大橋弘樹さん33歳が血を流して倒れているのを親族が発見し、病院に搬送されたが死亡した。2023年9月17日、神奈川県警は店の従業員の大橋昭仁容疑者35歳を殺人容疑で逮捕した。大橋さんの遺体には上半身を中心に刃物で刺されたとみられる複数の傷があり、店内には争ったような形跡があった。過去に私個人も喫茶店で実の姉の夫義兄と共に交代で早番千番により同じ店で働いた時代がある。別の職場の時は楽しい義理の兄弟で楽しかったが、同じ職場になると毎日が互いに不平不満がたまり、殴り合い寸前にまでエスカレートした時期があり、私が身を引いて辞めた。しばらく会わなかったが、時間の経過とともに再び元の楽しい義兄弟として現在があり、姉もほっとしたと嬉しそうに思い出話をしています。友人とのトラブルは縁を切ってしまえばこれ以上の悪化はないと思いますが、親族しかも仕事も絡むとなると、関係を切りづらい関係で我慢を続けることでストレスがたまり、憎しみが積もりに積もって殺意に変わったのかなと察します。親族内のトラブルとなると相談できる相手もいないと思うので、追い込まれていたのかなと思います。自分も兄弟間でトラブルになり殺意を抱いたことはあるので、気持ちは十分わかります。早めに逮捕されたことには安堵しました。でも名字が同じって親戚とか兄弟なんですかね。突発的な喧嘩からの殺人なのかは加害者にはきちんと説明して一生をかけて償ってもらいたいですね。まずは被害者が若い年齢でこれからの夢や希望がある方なのにお亡くなられたことにご冥福をお祈りいたします。進化論的に言うと、兄弟とか親類というのは遺伝子を次の世代に残す上で互いに協力することもあれば強烈なライバル関係になることもある。血縁遺伝子の共有の中で上下関係があればなおさら関係は複雑となる。兄弟仲良くとか親類仲良くとかはある意味互いが薄い関係性を持つ中でしか存在しないのではと思う。仕事をするなら親族より他人が良いです。仕事は夫婦や親子、兄弟でやるとうまくいくと思われがちですが、実は絶対違いますよ。身内で固めようとすると失敗することが多い気がします。なんとか家具やアイドル事務所ですね。亡くなられた店主のご冥福をお祈りいたします。そしてなぜに親族を殺めるまでに至ったのかをしっかりと話してほしいですね。仲が良かった時期もあったはずなのにね。